はい、どうもこんちゃくれです。よろしくお願いします。さあ、ということで今回はヤクルトマクガフ選手初使用回やっていきたいなと思います。はい、ということで先日のねシリーズ2抑えで追加になったこのマクガフ選手なんですけれども、まあ、動画の中でもね触れていた通り、このシリーズ2からですねタイピンチが追加になりました。でさらに球種的にはこんな感じでツーシームスプリットを持っている、さらにはカットボールを持っているというところで、まあ、意外とですね現環境リアタイであんまり使ってる方は見ないんですが、まあ、このシリーズ2の能力であればね全然使えるんじゃないかなということで、今回は使っていく回やっていこうかなと思います。でですね本編入る前に、今回はですねヤクルト純正で久々にやっていこうかなと思うんですけど、ヤクルト純正ちょっと見てくださいよ。これ普通にめちゃめちゃ強くない？ちょっと投手をね育成できてないところ、ここ最近引いたところがボックスに入ってたりとかもしていて詰め込んだところもあるんですけど、オール S ランクで組める形になりましたね。前回ヤクルト純正やったのがいつだったか覚えてないんですけど、まあこんな感じで、めちゃめちゃ強くなりました。まああとは強いて言えばやっぱレフトかな。レフトで強い選手が出た時に取れれば、まあ、一番は理想的かなっていう感じではありますけれども、まあ、本当に、めちゃめちゃ強いオーダーが組めました。はい、ということでまあそんな感じで今回マクガフ選手も使いながら、まあ、ヤクルト純正ね、遊んでいく回やっていこうかなと思います。ということで早速本編やっていきましょう。ちょっとお相手の名前注目してください。有名 YouTuber 来たわ、コムドット来たわ。よっしゃ頑張っていこう。ということで、まあ、先発はね、ライアン小川投手行きました。一応マクガフ選手は先発ではいけないので、あそうやこれ設定変わってんだ。そうスピリーグ用のアカウントとね引き継ぎを行ってるんで、ちょっとここ設定変えないとまずい。うわ気づいてなかった。いやどうしよう。本塁後方固定、あとは変えたはず。よいしょ。あーちょっともうこれマクガフ行くか。もう速攻でマクガフ行きます。さあもうピンチでいきなり初回からマクガフ投入。おっタイピン出たね。さあ、あてか待って、これユニフォームが統一になってる。あこれはでも変えらんないんだ。まあいいや、このまま行きますこの試合は。まあ、こっちはね純正なんで、まあ、全員同じ感じになってますけど、マクガフ選手のこのタイピンが発動した時はスプリットが、変化量5ですね。今のも結構思ったより多分相手が思ってるよりも落ちてたんじゃないかな。さあ外が巨人のユニフォーム着てる。 OK ゲッツ46。はい完璧。 OK マクガフ最強。あ石川 M 選手が巨人のユニフォーム着てるわ。ドラフトで確か巨人は石川 M 選手指名してましたよね。懐かしいな。巨人に行った世界戦の石川 M 選手がこちらです。いやーあかん。さあ2番には川端選手置いてます。今年の川端選手ね、もう代打成功率が高すぎるんよね。ああ村上選手、この村上選手は侍ジャパンなんでまだアーティストではありません。アーティストの村上選手まだ取れてないんで、ちょっと個人的にまあアニバーサリーかな、アニバーサリーで狙おうかなと思っております。オッケー、これは超える。え嘘マジ、長打警戒だったかな今。いやー抜けると思ったのにな。さあまあマクガフ選手に抑えてもらいましょう。タイピンが出なくてもシンプルに強くないマクガフ、どうですか。ツーシームいいってね意外と打ちづらかったりすると思うんだよな、まあ、人にもよると思うんですけど、ツーシームって動き大きければ大きいほどいいっていうもんでもないと個人的には思ってるので、能見選手のツーシーム F とかもね意外と刺さったりするんで、まあ、ちょっとこのお相手の方もめちゃめちゃ打率高いってわけではないんで、まあ、打率高い方と対戦したらどうかっていうのはもちろんあるんですけど。よっしゃいいところ。まあ、でも今の環境だったらこの外のスプリットが強いんでね、シンプルに。あこれはボールだけど打ち取った。オッケーマクガフいいね。さあさよならしましょう。バレンティンで、バレンティンは来シーズン、ああ取る球団あんのかな。いやもったいない今の。まあまあでもね嫉妬を打ってもおもんないんでね。ヤクルトのユニフォームをもう一度着ることは、いやでもまあないだろうな。あいた、オッケーしゃー。さあということで2試合目やっていきたいと思います。よろしくお願いします。お相手方トンツーさん、よろしくお願いします。さあということで、ちょっとまあ2試合目はマクガフ選手使うか分かんないですけど、やっていきたいなと思います。この動画を撮影している前日にですね、名古屋で学生選手権の、解説をしてきたんですけれども、めちゃめちゃ長丁場の配信で7時間ぐらいあったかな、8時間弱ぐらいかな、あったんですけれども、見ていただいた皆さん本当にありがとうございました。まあ、その学生選手権の中でもね、やっぱなかなかね見たことないピッチャーを出すっていうのがやっぱ改めて強いなっていうのがあって、木田選手、日本ハムの木田選手を投入するっていうシーンがあって、そこでワンポイントだけはねなんとか抑えられてたんですよね。といったところで、まあ今現環境こうなんかね同じピッチャーが
まあ、溢れているところではあるので、まあ、マックガフ選手みたいな、まあ、フォームもしっかりあるピッチャーだとなおいいですね。うん、なかなかこう初見のフォームとかって打ちづらかったりもするので、まあ、投手陣ちょっと困ってる方とかはよかったら使ってみていただけるといいんじゃないかなと思います。さあ、でそう、あとは、ちょっとこの動画がね何日にアップになってるか分かんないんですけど、少なくとも特番の前にはねアップできてると思うんで、特番ねよかったら見に来てください。さあ、ということで2試合目の先発は金田選手できました。彼らが使う金田です。はい、頑張っていきましょう。特番の話に戻りますけれども、特番ね、まあ、一応ちょろっとだけ内容は、知ってます。はい、実は、まあ、一応台本とかもあるんで、まあ、ちょろっとだけ見てはいるんですけど、めちゃめちゃ激アツな内容が出ます。はい、ただ全部は全部僕も知ってるわけではなくて、あの出演者にもトップシークレットみたいな内容もあるので、まあ、そこは純粋に僕も楽しみなんで、まあ、ちょっと一緒にねそこは、まあ、月曜日のね特番で、見ていきましょう。さあ、金田選手、金田が使う金田、いや久々に使ってますね。この辺かな。いいね、よーし、 OKOKOK。 外角が強くなった環境、金田さん結構いいんじゃないかな。いやいい、青木さんのこの打ち方大好き。まあ、ちょっとホームランが出るイメージじゃないですけど、あの打ち方するとヒットがマジで出るんでね。よいしょ、危ねえ、今ライトライナーになるかと思ったわ。さあ、古田さん、12球団オーダーとか守備型オーダーとかでね戦ってる時はこう代打出すと思うんですけど、純正なんでここは打ってもらいます。よっしゃー、さあ、エスコバ、いや本当に去年の対談悲しかったわ。確か極みを完成させた翌日ぐらいに対談のニュース出たんよな。選択契約書で確かこのエスコバ選手は取ったんで、うわ、よいしょ、ここ代打いきますか。あ、ダイソー出した、ちょっと待って、ダイソー出しちゃった、間違えた、あ、最悪、古田さんにダイソー出しちゃった。いや、キャッチャーおらんくなった、もう最悪。コーナーでいきます、代打。うわ、何してんだ、コーナー選手初使用。コーナーこんな打ち方してんだ、これ汎用よな、コーナー固有ないんだ、超える。さあ、1番帰ってきた、いやもう古田さん変えちゃったから、ちょっとこの回で決めるわ。もうヤクルトもね、優勝マジックももう点灯して、優勝に向けてまっしぐらっていう感じではありますけど、いやどうだろうね、セ・リーグ最後まで、まあ、パ・リーグに比べるとね、ちょっとヤクルトがやっぱ抜けてるっていうところで、まあ、パ・リーグに比べるとね、ちょっと差はあるんですけど、まあでも最後まで、あかん、楽しみですね。やべ、うわー、オッケー、え、あ、超える、超えない、嘘、なんか打球めっちゃ失速した、マジか、これどうしよう。いや、こうしよう、キャッチャー、ホーナー、誰かレフト行けない、あ、やばい、あ、時間がない、あもういいや、池山さんキャッチャー頼んだ、4点あれば大丈夫やろ。こないだ何の回だったっけ、何かの回でキャッチャーバースやって何とかなったんで、まあ大丈夫でしょう。よし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 、さあ、金田さん頼む、金田池山の夢のバッテリー、よし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 、つえー、まあ最後はマクガフで締めますか。はい、守護神マクガフ、何から入ってくるか、おっしゃー、完勝ということで、マックガフ選手持ってる方よかったら使ってみてください。ありがとうございました。